おはようございます、こんにちは、こんばんは。さて今は何時なんでしょうか。さて今日は自転車のおしゃべりです。今回自転車を買うまで自転車に全然縁がなかったので、自転車って決まったその日に乗って帰れるものだと思ってたんですけど、違くて、今回の場合はペダルもつけないといけないし、必須アイテムのライトだったり、あとハンドルも変えてもらったので、いろいろしてもらうことがあるんですけど、納車日が、自転車を決めてから3日後っていうことで、多分相当お早いんじゃないかなと思って助かっております。それはそうと、何でも自転車乗っているのかというと、あのね、カメラをね忘れたんですよ。この動画は納車後の動画なんですけど、お店に行って着く時にカメラって思ったら、カメラ忘れてて、あの首からカメラをぶら下げるやつだけ首に巻いて歩いてました。なので今日の動画は、一番撮りたかった納車をするシーンがなく、一旦納車してサイクリングして家に帰ってカメラを撮って、一息ついた後にまた自転車に乗ってる、そんなスタートです。世間では私のような人間を間抜けと呼びます。それではやっていきましょう。今日はちょうどこの自転車走ってる時は、自転車をプレゼントしてくれたスポンサーの三宅に、あの晩ご飯を一緒に行く約束してるので、それまで時間まで本日2度目のサイクリングをしてるところですね。納車してすぐの1時間弱サイクリングして帰ったんですけど、1時間の間に習得した技が、ギアを1から8まで全部試す、段差に素早く気づいてお尻を上げて漕ぐ、毎度乗車中の独り言が多いので静かにおしとやかに乗る、あと立ちこぎ、あと自転車っていくら走ってもガソリンかからないし、景色も楽しめるし、今のこの暖かくなってきた時期だと
風も気持ちいいし、運動にもなるし、本当にいいことしかないなと思いました。ではこの辺で自転車をちゃんとご紹介します。ブランドはラレーというブランドです。可愛い自転車もあのブランドによってたくさんあったんですけど、ラレーの自転車は可愛いのもあったり渋い感じもあったりで、若すぎずかっこよく乗れる感じがいいなと思ってラレーにしました。はい、これがマイチャリです。色はグレーですね。で、このハンドルをちょっとクイッと上げたタイプに変えてもらって、このワイヤーが本当は銀色だったんですけど、オーナーさんが自転車に合うようにあのベージュのワイヤーにしてくださってました。あとはこのグレーとゴールドのコントラストといいますか、その感じもかっこよくて気に入ってます。で、オプションで買ったライトもあの猫のマークがついてて可愛いやつです。この鍵、赤いやつ、鍵の鍵なんですけど、鍵って鍵というか鍵つける本体、鍵の本体が鍵かけてる時以外どうしたらいいのか未だにちょっと分かんなくて、みんなカバンに入れたりしてるんですかね。ちょっと重いんで、チェーンだから。ちょっとそのあたりも調べつつと思ってます。立ちこぎします。
自転車だよ。チャリやな。どう？かっこいいやん。かっこいい？うん、ありがとうございます。乗ってみる？乗るわ。いや、でもチビやからな。こげんとってよ。もうわかんない。どっち行ったらいい？こっち。乗れてる。だって背ちっちゃいやん。これぐらいやで多分。足つかへんのちゃん、つま先つかへんやろ。ここここ乗れるもんですね。ということで、今回はカメラを忘れて納車っぽい納車が撮れてなかったんですけど、ちゃんと納車の日でした。これから大事に乗っていこうと思います。ただもうお尻が痛いです。以上。これはサドルが合っていないのか、ただの運動不足なのか、どっちなんでしょうか。スポンサー三宅、改めてありがとうございました。ペダルスタンド下げる方がいいもんな。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。もう一回やってみたチャカでした。バイバーイ。